カラス麦は、イネカカラス麦属の越年層、あるいはカラス麦属の総生、また、同族の幸い穀物である煙幕の別名でもある。原産地は、ヨーロッパから西アジアにかけての地域。北アメリカ、南アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアの非常に広い地域で外来種として定着している。日本では、自然気化植物として全国に分布している。 草丈30から100センチメートル。春から初夏にかけての野草として見られる。日当たりの良い葉たち、休校地、牧草地、河川敷、路傍などに生育する。また、野生種のカラス麦を栽培化した穀物が塩爆であると言われている。植物の名称にカラスや犬と付けるのは、それが人間の食用には適さない植物であるという見方によることが多く、 このカラス麦もその一つである。しかし実際は食用に適しており、欧州や中東では栽培化以前にも野生種が利用されていた。日本では麦自体が広まったため、飢饉の時に食される以外にカラス麦まで利用する必要がなかったとされる。稲作以前は最終食物として、また原始的栽培食物として利用されていた可能性もある。 野生のカラス麦の栄華を追う上には屈曲した長いの儀があり、穂から脱落するとこの棒が間質運動によって屈曲点を軸に回転を繰り返す。この回転運動によって栄華は土壌に押し込まれ、発芽に有利な位置に置かれる。かつてカラス麦はデザイナーフーズ計画のピラミッドで三軍に属しており、三軍の中でもバジル、タラゴン、マスクメロン、 朝月とともに3群の上位に属する、がん予防効果のある食材であると位置づけられていた。ABCD からすぐに国立環境研究所、新入生物データベースがん予防と、食品、大沢敏彦、日本食生活学会誌、ボリューム20ナンバーワン。ありがとうございます。